やってきました。フォーオールドサイゴン、今日はベトナム料理と行きたいと思います。はい、One question. This? Yeah, before. Oh, yeah. Yeah, more near. This one right now, more. Whole shopping center, more. Oh, yeah. 18 years over there. Okay. Yeah, right now more. One and a half month. なるほど。綺麗だもんな。Thank you. Oh, やっぱり。だよね。ちょっといっぱい。あ、うまっ。あ、肉の味するわ。おいしい。ちょっといただきます。あ、うわ、これお肉こんな入ってるの。すごい、肉ばっかり、肉ばっかり。優しい味。もうね、スープがめちゃくちゃうまい。ああ、うまい。ちょっと野菜入れちゃってみていい？レモンも入れちゃえ。もう香草、香草でね。この構想も食えるんだろうか。こんなのあるけど、こんなの食えないでしょ、絶対。うん、いいよね。春巻きも熱々、もう揚げたて。これで一緒に切っちゃう。豚肉も入ってる。俺の前あのトラックで食べた、大好きって言ってたルンピアにそっくりな感じ。
この香草は食べなくていいんだな。すごい感じる。あの場所にあったらめっちゃ高かった。いや本当だよ、絶対行くよ、ワイキキだったら。あーもう身に染みるもん、これなんか。初めて来たのに初めて来た気がしないな。なんだろうなこの美味しさは。うん、さっきなんかこれ食べれそうだなと思ってバッて食べたら、まあ構想中の構想の味がした。うん、キュッと締まってる感じで、でも具が詰まってる感じ、すごい美味しいなこれ。あこのフルーツの水も飲みやすいな。すげえさっぱりしていいな。キュッとみんなね、やっぱそのこと高級店行かないとレモンが味出てこないね。フルーツが高いからっていうのも、でもこんなに安い普通のお店でこういうお店作ってくれるって嬉しいよ ね。レモンとリンゴとミントかな、うん、なのかもしれない。俺はオールドサイモン来たかったお店だったんですけど、すごい美味しい。あまさかの1年前に、まだ1年ぐらいって言ってたのかな、お店が復活して。なのでまだ知らない人もいるかもしれませんけど、ね、ワイキキにあった美味しいベトナム料理のお店、オールドサイモン復活しております。地図は載せておきますので、ぜひここに皆さんまた食べに来てください。店員さんもすごいフレンドリーでいい人でした。また僕も絶対行きたいと思います。美味しかった。